みなさんこんにちは。沖ヨガインストラクターのまなみんです。お家でできる豊富スポーツクラブ、今日も始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では足を伸ばしてブラブラしてください。今日は4回目の動画配信になっています。お尻ほぐし、足首回しから始めました。これは毎回取り入れていきたいと思いますが、今日は3回目にねじり動作をしたんですけど、縦にも行きます。ねじり動作のまた違うねじり方を今日はお伝えしてみたいと思います。はい、じゃあまずお尻ほぐしからいきたいと思いますね。手を後ろについて、はい、くるくる回してください。この動画を今初めて見てくださった方、もしよろしければ1から順番につながるようにできてますので、1と2でお尻ほぐしと足首回し、これぜひ毎日やっていただきたいと思うのでね、まだご覧になってない方はよかったら見返っていただけたらと思います。はい、肩の力抜きながらいきます。柔らかくコロコロと、はい、そしたら肘つきでいきます。右から全部進めていきたいと思いますね。右側のお尻の上の方になります。ゆさゆさとお腹しっかり使っていきますね。あと10号令入れていきます。腹を意識していく。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしたらくるっと返してください。真横です。これは足を動かさずお尻でいきますね。お腹を使って動かしていただきたいです。足はリラックスです。はい、それ1、2、3、4、5、6、7、8、9、もう10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。はい、 OK です。反対側いきます。で、今度左になります。はい、ぐっぐっとお腹を使います。はい、気持ちよくハキハキと号令しながらいきます。それ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。はい、そしたら肘ついてます。左側。お腹使ってグッグッといきますね。それ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。はい、そしたら横向きです。はい、ももの外側になってます。上の足を下の足に乗せることでちょっと重りにして動きやすくなりますね。はい、そのまま行きましょう。それ1、2、3、4、5、6、7、笑顔でどうぞ。9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。はい、 OK です。ゆっくり戻してきてください。じゃあ軽く足を開いていただいて、はい、そして右と左に、もし前屈をね、最初と最後に、お尻ほぐしの最初と最後に入れていただくと、あ、ちょっと突っ張りが取れたなとか、前に行きやすくなったなとか、わかるかなと思います。軽く足を開いた状態で左右に揺すっていきながら、皆さんそのままどうぞ。私ちょっと斜め見ますが、お腹を長く伸ばしながら、苦手な方もいくらかでも腰を立てて前に行きますね。はい、右左どっちでもいいです。左右に倒れていきますね。はい、1、2、吐く息で倒れます。3、4、肩楽にして、5、ニコニコしながら、6、これ大事です。7、8、9、10、あと10です。それ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、一回ため息ください。ふー、ではこんな形をしてみたいです。肘を後ろについて足を上げ揺すってみます。
きつい方、背中を全部ついても大丈夫です。肘をつくのが辛い方は背中全体をついて足を上げてブラブラしてください。上げてるのがとても辛いっていう方は、はい、最初に戻ります。床に下ろしたまま縦縦横横でブラブラします。これを3回繰り返していきたいと思います。はい、じゃあどれでも結構です。自分のペースでいってくださいね。はい、10、呼吸は皆さんも一緒に、9、気持ちいい呼吸を、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、0でよっこらしょー。はい、皆さんそれぞれ座りやすい姿勢でお腹を伸ばして、一回軽く息を吐きましょう。ふー、リラックス。はい、じゃああと2回同じこと繰り返します。上げなくてもいいですよ。やりやすいやり方を大事にしてください。自分の体に合わせます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、0でよっこらしょー。はい、皆さんお腹伸ばして、肩の力抜いて柔らかく息を吐く。はい、じゃあラストです。上げれる方は上げてください。きつい方も疲れちゃったっていう方は前で振ってくださいね。はい、皆さんそれぞれの場所でご一緒に、10 9 8 7、気持ちいい呼吸、6 5 4 3 2 1。はい、じゃあよっこらしょー。はい、座ってる人も足を楽に戻して、はい、お腹を伸ばして一回ため息です。ふー、はい、オッケー。ではここから今日のねじりに行きますね。では私と鏡でまっすぐにしてください。右足からいきます。右足を軽く曲げまして、内側に折る、外側に折る、これを行きたいです。で、この時に両方の膝を捕まえていきます。両かかと突き出します。内側に外側に行くんですが、ここで選んでいただきたいと思うんですね。きつい方は軽く曲げる、軽く曲げてこうパタパタと、ただね、かかとは突き出して、かかと突き出さないと効きません。柔らかい方もこれ試してみるといいかしらね。軽く膝を曲げると軽くパタパタと倒れます。だいたい90度ぐらいにすると、まあちょっと動きが大きくなりますね。強めに内に締めます。強めに外に開きます。はい、柔らかい方、たくさん曲げますと強く開きます。でもお尻を上げないでいただきたいの、両方ね。お尻がこう上がっちゃうと股関節の動きを逃がしてしまうので、両方のお尻がついたままで、両方のかかと突き出したままでいきたいと思います。はい、行ったり来たり。皆さんじゃあお好きな膝の角度を作ってくださいね。はい、そのまま行きますよ。はい、開いて1、閉じます。はい、2、笑顔です。閉じます。3、はい、かかと突き出すんですよ。し、だんだん甘くならないように。はい、5、閉じます。6、閉じます。7、閉じます。8、閉じます。9、閉じます。10、あと10回いきましょう。はい、1、閉じます。2、閉じます。はい、3、スマイル。はい、4、閉じます。5、お尻しっかり締めて。6、かかとが甘くならないように。はい、7、はい、開いたり閉じたり。8、扇を開いて閉じるようにね。あと2回です。9、はい、10、はい、しっかり閉じます。はい、そしたらここから左足はそのままです。この右足を上から乗せてクロスします。で、かかとを突き出した状態で膝をパチャッとしっかりこれ捕
き出し中に内にはめるようにしてください。かかと突き出したまま。はい、そこから足をしっかり真ん中に集めながらふわーっと、たくさん前に行くことではなくて足を締めて、足をキュッと締めたまま上半身の力ふーっと抜いて、かかとを突き出して、開いた股関節を締めます。はい、そのまま呼吸です。3、2、1。はい、 OK。 ゆっくり戻します。開いたら足を変えますね。で、今度右足はまっすぐです。左足を軽く曲げます。両手は膝の上、軽く曲げる。軽くの時はそんなに全部マット床につかなくても大丈夫。ただパタパタと。まずここからきつい方は始めてください。で、もうちょこっといける方は90度で、90度でいくとマット床につく方はつきますね。つかなくてもいいですよ。お尻は上がらないようにしてください。はい、慣れてる方はもうちょっと鋭角に曲げましょう。そうすると強く開くように、強く締まるように、かかとの場所を変えないっていうこと、内外にかかとを動かさないようにしてみてください。かかとの場所は動かさない、お尻は上げない。一回一回お腹を使ってハッと動かしていきますね。意識鍛錬と言います。腹の力を強くしていく。じゃあこのまま20いきます。それ開く閉じるです。はい、2、かかとが留守にならないように。はい、3、閉じる。4、笑顔。5、閉める。はい、6、閉める。7、閉める。8、開くとき少し足荷重してもいいですね。ちょっと腕で押す、手のひらで押す。はい、10、あと10回です。それ、1、はい、2、腹です。腹。3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、はい、しっかり開いて閉じると。はい、そうしましたら右足まっすぐで、左足を重ねまして、はい、そして膝をパチャッと締めますね。はい、かかとクッと突き出します。お尻少し後ろに歩かせて、はい、あとは上半身をふわーっと笑える程度でお願いします。呼吸が浅くなったり止まったりするのをやりすぎですので、ふわーっとするところでお願いします。はい、あと5秒締めます。膝をしっかり真ん中に集めて締めてください。はい、そのまま5、4、呼吸3、2、1。はい、それでふわっと緩めて、はい、ため息ふー、 OK です。はい、そしたら最後一回座らせてください。楽な姿勢で構いません。お腹だけひょいっと伸ばして、肩の力抜いて、30秒瞑想、これもいつも最後に行います。目を優しく閉じて、お腹をふわっと伸ばして、背中緊張してないですか？肩の力ふわっと抜いて、頭のてっぺんは空に。吸う息を優しく迎え入れて、吐く息を丁寧に、角を曲がって背中が見えなくなるまで見送るような、そんな感じ。あと2、3呼吸。じゃあ柔らかく目を閉じたままでお願いします。ゆっくり両手をふわりと合わせます。不安な方は目を開いてくださいね。顔の前で合掌、ギュッとせずにふわっと両手のひら合わせてください。はい、ではこれで終わりにします。
ありがとうございました。ありがとうございます。